はい、モリコンチャンネルのモリコンです。どうもこんばんは。今回はですね、秩父の、美味しいラーメン屋さん、こちらのね麺屋盆地に来ました。ただね、食べるだけでは物足りないんで、大盛りね、川澄さんと今日はがっつりラーメンを食べに来ました。どうもこんばんは、モリコンチャンネルご覧の方々、アラシンチャンネルのアラシンです。どうもこんばんは。今日はモリコンさんとね、こちら麺屋盆地ね、秩父の140号にありますラーメンショップ、ラーメン屋さんね、そこで、ここのラーメン屋さんの一番ビッグサイズを食すということで、ね、ビッグサイズねやっていきましょう。ビッグサイズね、はい、スモールビッグミディアム、ミディアムです、はい。そんな感じでミディアムじゃつまんないんで、ビッグサイズをね、食べていきたいと思います、はい。僕ちょっとこのボンチラーメンちょっと初めてなんですよ。本当、はい、めちゃうまいよ。初めてなんですよ。だからすげえワクワクします。はい、絶対食ったらいい。ということで、でも三大盛りをちょっと以前にアラシンさん食べたんです。そう、あのアラシンチャンネルのシャープ80分目の動画で食いました。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、楽しみましょう。楽しんでいただきましょう。はい、はい、完食目指して、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたらね、早速入店したいと思います。はい、ね、さっき食券を買いまして、大盛りプラス500円で、はい、大盛り、食べました。で、今ちょっと席に着きまして、まずは乾杯。まずは乾杯。まずは乾杯です。はい。じゃあ今日のこの日に乾杯です。皆さん。です。アルコール入ってます。ローカルで一番の、食いしん坊、はい、万歳大丈夫か、はい、一番多分食える自信があるんですけど、そうなんです、あるんだけど少しね、やっぱりちょっと不安ですね。5人前ということなんで、どうなんだろう、ね、どうなるんだろう。モンチラーメンの第4盛りですね。はい、ですね、来ましたね。すげえな、これめちゃめちゃうまそう。もやしたっぷりです。はい、これをね、食していきたいと思います。すっげえ。そしたらね、いただきます。どっから食ってんの？これですよ。うまい。麺が持ち上がらない。麺が持ち上がらない。あの、もう筋トレしとくんだろう。これな、ね、ラーメン何杯分だったっけ。4.5杯分ぐらい。じゃあ余裕っす。この余裕って言った言葉が後でどうなるかね。結
結構ありますからね。1.5kg ぐらい。1.5kg。麺だけで。麺だけでね。はい。いきます。これ多分でも半分ぐらいいったっすね。全然減らない。掘れば掘るほど出てくる。ね、森子さん食えそうな気がする。なんか増えてるような気がします。アラシンさん増えてます。めちゃくちゃ美味しいっす。でももうきついっす。皆さん覚えてます？僕が食べられなかったら森久保さんが。食べてくれるってやつ。覚えてました。それにしたい。ごめん、無理かも。はい、じゃあ皆さん、これ最後の一口です。マジで？ほんとに？ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、ほんとに？早い、スピーディーですね。マジで？シーユーシーユーじゃないよ、僕は始まった始まったばっかりだよ。シーユーね、こう隠れたちっちゃい麺もちゃんと全部いただいて、うん、大丈夫です。うん、どうかしてるぜ。あー、ごちそうさまでした。マジか、食材に感謝。ありがとうございました。マジですか？マジでギブですか？ギブ。ギブって言いたくない。でも、でもギブっす。ギブっす。はい、ですね、無事に僕の方はこれ、ね、4台盛りね、食べ終わったんですけど、どうしたんですか今日。ギブ。森子さん言ってましたもんね、アラシンさんが残したら食うって。でもマジ食いましたよ。うまいです、はい、宇宙の胃袋、宇宙の胃袋してます本当に。まあそんなことでね、今回秩父の、ボンチラーメン、はい、僕初めてだったんですけど、うまいっす、正直にうまいっす。あとはこのね、替え玉細め、わんこそば的なスタイルもね、挑戦してみたいと思います、はい、何玉いけるかっていうね、はい、頑張りましょう。はい、あのさ、ありがとうございました。ありがとうございました。天さん、ありがとうございました。天さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、そんな感じで、今日はボンチラーメンの、4大盛り盛りでした。ありがとうございました。また動画で会いましょう。うわー、来た来た。あの丸見えよりも違いですよね。見えたかどうかわかんないけど。ではまた。ではまた。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。森子でした。アラシンチャンネルのアラシンでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。顔写り。いいですか？あ、全然いいですよ。今日はありがとうございました。いい。
めっちゃすごかったオーナーさんです、はい、めっちゃすごかったありがとうございました。次5台盛りで了解です、よろしくお願いします。5台盛り、4台盛りからの替え玉、はい、めちゃくちゃ寒い。あの森君さん感触すげえっすね本当。あらしんさんからね、あのステッカーをね、作ったみたいなんでもらっちゃいました。あらしんちゃんね、あらしんちゃんね、あらしんステッカー、1000人を記念しても、そうっすね、あのあらしんチャンネル無事というか1000人登録者数超えまして、はい、ありがとうございます。皆さんね、モリコンチャンネルの方また登録されてくれてる方々もありがとうございますよね。まあ、そんな感じで記念しまして、うん、今回、ね、ステッカーの方を作ったんですが、はい、森コンさんにちょっとプレゼント、一緒に今日共演してくれたと思うので、はい、感謝の意を込めてプレゼントさせていただきました。あの僕も1000人行ったらですね、まあ、1000人行く前に作っちゃうかもしれない、うん、いいと思うよ。そしたらあの嵐井さんにね、プレゼントしたいと思います。まあこんな感じで、ちょっと休憩してお家に帰りたいと思います、ね、はい、明日も仕事ですから、そう仕事でボンチラーメンを食べてまた明日を乗り切る、乗り切りましょう、乗り切りましょう。もうしばらくラーメンいらないです。明日の昼飯いらないです。まあそんなことで皆さんまた動画で会いましょう。モリコンチャンネルのモリコンでした。そしてアラシンチャンネルのアラシンでした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。